はい、今現在ですね、自分は釣りのレベル、釣りスキルが釣り達人レベル2になっています。で、これクエスト見ると、レベル2になったんで、遠征上のコウジュンさんのところに行けって言ってますね。いや、正直ね、遠征上めちゃくちゃ久しぶりなんだけど、とりあえずちょっと行ってみましょうかね。さあ、遠征場に久しぶりに到着しました。これを見ると、あれ？どこ行った？あった。これ。遠征場の川辺にいるコウジュンさんを見つける。地図上にマーク出てるよね。じゃあ、ここまで行きたいと思います。いやー、それにしても久しぶりだな、ここ。PVP っていうのもあるから、あんまりこう、来ないようにしてたんだけど、そんなに欲しいものもないしね。秋の森林でほとんど事足りちゃうところがあるから。もう、すぐだね。いた。今、いた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 。この真上にいるわ。なんか、釣りの、なんか手引きっていうか、教わるんでしょうか、何か。極意みたいな。話しかける、コウジュンさん。独り言。お互い子供っぽい甘えも減り、声もかけることもなくなってしまった。お互い離れて会えなくなって。どうした？何かあったか？また君か。あったっけ？ 記憶にないです。知っていたが、この場所はミサイルが落ちることがある。どんなところだよ、女の。本当にいい人だよね。一体何を考えてる？考えるということじゃ、こういうのいい。レベル2の釣り竿を製作し、遠征場の川辺から、ケツ、魚、フグのどれか1匹を釣り上げる。作れるか、今。レベル2ってどうやって作るの？こっちか。これ、一旦帰るわ。多分ね、これ、作れると思う。一旦帰りたいと思います。さあ、到着。釣り竿レベル2が作れるようになった。これ、鉄製釣り竿。これが俗に言うレベル2ってやつだよね。作れちゃう。全然問題なく作れちゃうね。これで何ができるんだろうか。よし。じゃあ、このレベル、おっと、待った。このレベル2の釣り竿を使って、もう一回、沿線上行って、草魚だかフグだか取っていきたいと思います。はい、到着。沿線上来たよ。この釣り竿、わ、ゾンビいる。まいった。ちょうどその川辺あるね。で、そこの、なんか、スポットあるんで。じゃあ、これで、ケツ魚とフグ、どちらか一匹釣るまでやっていこう。レアなんかな？まあ、フグっていうと、なんか、確かにレアっぽい気もする。一発で取れたらすげえな。このエンゲージ的にどうなんだろう。結構いいんじゃないか、これは。レアっぽいぞ。さあ、出てちょう、曲げ。来いか。来いか。まあ、来いでもいいけど。すい。これは草魚か。ケツ魚ではない。じゃあ、結構レアなんだろうか。これはもろそうじゃねえの？これは結構来たっしょ。来たと思うぞ。いや、来たな。来たと思うぞ。ほら、出た、フグだ。やったぜ。じゃあ、すげえな。熟練度がプラス17。すげえな。じゃあ、今一度、コウジュンさんのとこ行ってみようか。オッケー、到着した。おーい、コウジュン、フグ釣ってきたぞ。食うか、フグ。食っていいぞ。おい、ただいま。取ってきたんだけど。どうなった今？これで終わり？なんかほんまじで終わっちゃったよ。まあ、あとはあれか。
好きなように釣りを楽しんでってくれって感じか。ないもんね。話しかけることもできないよ。では、さらば。またしても交易屋台来ましたね。今ね、金塊が結構増えたんだよね。ありがたいことに金塊が今2万3000ほどあります。これを使って、イチョウの苗木から手に入る、あれ、樹木の油を購入していきたいね。こうやってどんどん効率よく使っていくのがすごく重要だと思う。欲しい数は20個。あ、ちょうどだね。20個買います。買いますよ。ありがとうございます。買います。では樹木の油20個買ってきたんで、これで、これか。古びた柏がもう全くないね。すぐなくなっちゃうもんな。UMP9 の健康値がもうゼロになっちゃって、すぐにでも欲しいんだけど、これちょっとこう素材を集めに行かんといかんね、これね。はい、では古い柏が欲しいです。硬いアルミ合金作るために古い柏が欲しいんですけど、白木の高地からも今日の分輸送できなくなっちゃったんで、モス沼地行きます。自分の大嫌いな、いや苦手というかレベル的にきついんだけど、モス沼地に行って集めに行きたいと思います。はい、到着モス沼地。ここでね、すごいこう古い柏が取れるんだよね。わ、これこれこれ、古い枯れ木レベル3、行ってみましょう。柏、取れる取れる、いいね。なんか白木の高地より取れるんじゃないかっていう感じがする。いいねこれね。あ、これもちっこいけどこれも取れるぜ。柏取れる、いいねいいね。周りに専用の木がいっぱいあるから、そこからガンガン古い柏取っていきたいと思います。さあ、ヘリコプターのところまで戻ってきたんだけど、めちゃくちゃ取ってきた。柏の数が62、すごくね。モス沼地やっぱ異常だわ。古い柏が山ほど取れる。そして今白木の高地にユーマ出てきたっぽいんで、早く戻らない行きたいと思います。さあ、残り30秒で白木の高地のユーマが出てくる。いやー、ボス久しぶりだな。これちょっとね、物にしないといけないマジで。高分子かポリエスチル、そのどちらか、もうね、絶対取っていかんといかん。本当にね、最近こうボスとね出くわさないんだよね。もう出るはず。必ず取るよ、何が何でも倒す。みんな早打ちしてる。どうだ、早いよ早いよ。さあ、第一段階、第二段階来るよ。ちょっと出遅れた感がある。どうだ、本当に毎回圏外だけどね。これダメージが 0.3% っつうのが泣けるわ。まあそれでも金塊とユーマガシャ取ったんで、早速戻ってね、引いてみたいと思います。さあ、ね、白木のコーチのボス倒したんで、これ取って、カシオもめちゃくちゃ取ってきたな。あ、売れたっぽいな。金塊が攻撃で出して何かが売れたね。よし、じゃあ大事な大事なユーマガチャ引いていきたいと思います。高分子かポリエスチル、どちらか頼みます。はいはいはい。佐々木の城でレア石をいっぱい取ってきたので、硬いアルミ合金をここで1個作って、 UMP9 を作っていきたいと思います。もうすでに今持っているね、 UMP9 が健康値ゼロなんだよね。危ねえ危ねえっていうところで、UMP9 作っていきます。長いな。
よしよし。あとはこの硬い一般弾丸箱も作りたい。作りたいものは山ほどあるんだけど